よろしくお願いします。はい、福井で、はい、個展を、ね、そうなんです、されてるこの本の出版の、まあ、はい、イベントの一つとして、はい、新聞社の、まあ、1階のロビーだったんですけど、福井新聞で、はい、地元の新聞でね、はい、故郷、福井の故郷なんですけれども、はい、そこで生まれて初めて、個展をやらせていただきました。なんか個展を、自分の絵の個展やるのって どっかでね、いつかやれたらいいなって夢の一つだったんですけど、あ、そうですか、その夢がまあ叶ったなっていう感じはありますね、はい、やっぱり普段の同じ表現でも、はい、さっきおっしゃってたその動画で見せたりとか、はい、いろんな見せ方っていうか説明したりっていうのが、いろんな材料がある中で、その絵画の場合ってすごく一場面だったりするし、静止だったりするから、うん、その辺でこううまくこう普段のそのスタイルっていうか、プレイヤーとしてのその違いっていうか、絵を描くときの描いて、そのまた、はい、ライブじゃないですけど、こう自分でこうアトリエでこう見てて、人にこういわゆるオープンにする、はい、また違う雰囲気もするんですよね。そうですね、確かに。なんかやっぱり、なんていうのかな、その僕はやっぱりプロじゃないから、売ろうと思って書いてないっていうところがあって、自分のために書いてるんですよね。例えば第一子が生まれるっていう、はい、その時にね、その生まれる喜びなんていうのはみんなやっぱり思うことで、それを書いても月並みなんだけど、ただ別にそれでね、人にあっと思ってもらいたいっていう思いもなく、自分のこの嬉しい気持ちをただ絵にしたいっていうだけで書いてたりするので、あんまり人に見られるってことを想定して書いたものは少なかったので、今回なんかやっぱね、個展という形でいろんな方に見てもらうっていう初めての経験をしたんですけどね、やっぱなんていうんですかね、その恥ずかしかったっていうのもあるし、でも結構大勢の方が来ていただいて、そうなんですよ、それでみんな見てもらって、うん、それでその見てる人を見るのもちょっとね、いたたまれなくて、こう下向いちゃう感じになるっていうか、その人の表情怖くて見れないんですよね。なんかまたこれみたいな顔もし見ちゃったらちょっとあれだなと思って、でもものすごくおこがましいんですけど、なんか少し分かる気がします。なんか自分のなんか真っ裸をこう丸裸をこう見られてるような感じもするので、逆に子供には聞けたんですよね、あ、どれが一番良かったって言ったら、あれとか言って、あ、この子はこれがいいと思ったんだとか。でも大人にはそれが聞けないっていうか、でも杉田さんなんかもうプロとして名前も書いてるけど、やっぱりそういう恥ずかしさというか、いたたまりなさって感じるんですか？大小すごくいっぱい感じる時とそうじゃない時はもちろんあるんですけど、でもいつも感じます。でも他の同業者っていうか、他の人たちはどういうマインドなのか聞いたことがないんでわかんないんですけど、自分は恥ずかしいです、めちゃくちゃ。例えば今回もこうやってお店に飾ってるわけじゃないですか。めちゃくちゃ光栄なんです。めちゃくちゃ光栄だし、はい、すごくこんな印象店が本物を飾ってもらえることなんて、しかも都内で常設っていうことで、すごく光栄だし、プロとしてはすごくそれをきっかけに人の知ってもらうこともあるので、はい、めちゃくちゃそれで反応いただけたりして、めちゃくちゃ嬉しいですけど、はい、言ったら僕のこれも語弊あるかもしれないですけど、履歴書みたいなもんなので、言ったら僕のこうほとんど全てみたいなのが出ちゃうわけですよね。だからいい部分を もしかしたら伝わるかもしれないけど、なんだ過ぎたってこのぐらいのスキルしかないんだとか、このぐらいのものなんだっていうふうに思われちゃう可能性もあるわけですよね、もっと頑張ったらできるのに今だなっていうのは。でも僕いつもいるわけにもいかないし、これから自分の本当のポテンシャルっていうのを見せるわけなので、でも見せていかないとダメだし、歯がゆさもあるわけですよね。だからいいも悪いも全部裸のように見られちゃうっていうのが、めちゃくちゃ自信しかないのであればいいんですけどね、自分の場合自信もあるけど不安もめちゃくちゃあるので、
いつも拮抗しながら不安と戦うためにやってるっていう感じなので、特に自分はそれがすごく強いながら格闘しながらわずかに自信の方があるので前に一歩前に出るっていうだけなので、すごくヒリ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 しながら、でもその不安だったりとか心細さとか誤解されるかもしれないし、ね、いい反応だけじゃない時ももちろんあるし、それで、うん、あります、あります、それで立ち直れないかもしれないし、だけどそういうそれがでかい時の方がそれをきっかけにして次に進める、そのなんていうか、でかい時っていうのはネガティブな反応がってことですか。自分もその不安いいんだろう、この今目の前にある作品がいけてるんだろうか、そうじゃないんだろうかっていうのが、その揺れがこう反復が、自己否定と自己肯定感の幅が広い方が、その後々見たらその時代のその自分の代表作というか、その重要な作、代表作とかになると重要な作になる率が高いんですね。へー、そうなんです。だからさっき聞いて、いや、いたたまれないって、はい、もうそれがでかい方が後から見たときに、その時はもうそれに押し潰されそうになるとは、はい、もうすごく思うんですけど、後から見るといい重要なその展示だったっていうことがすごく多くて、僕初めての個展が22歳の時に銀座の貸し画廊でお金を払ってやったんですね、はいはい、でその時1週間で20万ぐらいしたんですよ、サービスしてもらってなんで。1週間アトリエ借りるのに、貸し画廊なんで画廊さんは借り、レンタルスペース、はいはい、最初は。あ、なるほどね。でバイトしてやったわけですよね、うん、でレンタルスペースなんで言ったら好きにしたらいいんですよ、うん、お客さんが買わなくても画廊さんはだって画家さんからもうスペースを借りるのでお金払ってるわけだから、はいはい、なんですけど飾って初日にその飾り付けしてるときにお客さんがふわって知らない人が来て指を指すわけですよ。指を指して何かなと思ったら下げなさいって言ってくるわけです。下げなさい、飾るなって言ってくるんです。その画廊さんの元々のお客さんなんでしょうね、スポンサーというか、うん、いつも時々買ってくれるスポンサーなんでしょう、はい、この画廊に雰囲気に合わないからって言って、うーわー、それで自分が初めての個展だったからちょっと多めに持っていくわけですよ、はい、頑張るんでやっぱり、はいはい、でその中から飾りたいじゃないですか、初めてだから、はい、ですよ ね、で22歳なんてまだ固まってないから言ったら、そのなんだろう、いろんなものがあるわけですよ、はい、でそのお客さんはこの一貫した方がいいよ、なるほどね、これとこれはマシだからこれだけ飾って他も片付けなさいって言われてお客さんに言うんです、ショックじゃないですか。そうですね、で助けもね、オーナーさんにこう、いやこんなこと言ってますけどもみたいな、そのオーナーさんもそのスタッフさんもそのお客さんの言う通りだよって言って、みんなが楽しみ方して僕一人みたいになっちゃって、なるほど、泣く泣くその片付けて、なるほど、ね、もし自分がパンクな気持ちだったり自信があったりしたら、いやいやこれも払ってるし自分の世界観なんだから、うん、その意見は聞きます。だから2回目の時はそれを参考にやるんですけど、1回目は好きにやらせてくださいって、うん、本当に自信があって優秀な作家さんは言えると思います。だけど自分は弱かったので、しかも怖かったので、言ったら真っ赤して、言ってる作品だけそういう風にしたんです。でそれが今でもよぎるんですよ。強くなりたいなと思うし、そうですか、結果でもどうだったんですか、その、はい、そのお客さんとかオーナーが言った通りに、その作品だけにして反応的にはどうですか。反応的にはですね、かもなく不可能、そうですね、でも最初のレンタルスペースなんで、言ったら知り合いしか呼んでないんで、なるほどね、だって PR もしてくれないんで、うん、なので親が、そういうことか、そうなんです。なんか画廊さんとかオーナーさんが言ったのって、うん、多分ね、不特定多数の人に向けてを考えたのかなって今一瞬思っちゃったんですよ。もちろんそのオープンなので、はい、誰でも来ていいので、はい、たまたま通りかかった人は
あの看板とか見て入ってくる人はいると思うんですけど、だからその時にこの人はこういう画家なんだっていうテーマがガーンと打ち出た方がいいから、なんか、あ、そうですね、はい、そういうふうにおっしゃったのかなって、はい、なんかふと思って、そうですね、っていうのは僕が今回初めてやったその個展って、はい、僕が今まで書き溜めたの全部さらけ出してるんですね。で、最初思ったのは、なんて一貫性のない、なんていうのかな、僕がなんか模索してんですよね。こういうアバンギャルドなオブジェも、あとすごく精密に描いたものもあれば、ほんわかあったかいものもあれば、いろんなものがありすぎて、これもしプロの画家の個展だと思って見たら、俺もなんかこれは引くなみたいな、あ、これプロとは言えないなこいつはって思ってしまう。やっぱプロとしてこうですって打ち出す時っていうのは一貫性って必要なんだなっていうのを今回の個展でなんか学んだというか、どこを目指すかによるかなと思ってて、この作家さんにも何て言うんですかね、絵を絵で食うっていうのがゴールな人がいるんですよ、はい、食うために、はい、で食うとか食わないっていうのは現象の話なんで、別に食えてるからいい作品とも限らないんですよ。で、食えてないからダメってわけでも全然ないんですよ、ね、関係がないんですよ全然、うん、で今現状認められてるか有名かとかっていうのも作品の良し悪しとは関係がない話で、だけどそれをこうあのマザコゼになっちゃうんであれなんですけど、言ったらちぐはぐなんだと、あの、うん、作品の系統が、はい、確かに一貫性があった方が覚えやすいですよね、はいはい、あの津田さんっていうのはこういうスタイルで第一人者でって言った方が、はい、それはプレス出す時も、うん、あの伝わりやすいし、買う方も揃えやすいし、売りやすいって売りやすいですね、うん、あのコンセプトがしっかりしてるじゃないけど、だけども僕はそんなところは津田さんは全然いただきじゃないというか、そのゴールじゃない気がしてて、なんか俳優さんとして役者さんとしてもやっぱり表現者だし、そのもっとその先のゴールを目指しているじゃないですか、生き様だったりとか、その部分的な、うん、と認められ方じゃなくて、そもそもその俳優の在り方を変えたい、役者の在り方を変えたい、世間の見られ方を変えたい、主役だけじゃなくて、そのたまたまその舞台の落ちてる小石とかが実はすごく重要でとか、で僕らだったら昔のクラシックな絵があって、レンブラントだったら、見せ場の部分が光当たってあるけど、実はそれだけじゃなくてこっちのカーテンの方がすごく重要だったり、黒くなってる部分だったり、セザンヌだったらそうですね、こういうパッティングだったり、その水面でもそうですけど、意外とその何でもないその脇役というか、ただピュッてやっただけでしょっていうところが実はすごくここのために必要だったっていうことがあるわけじゃないですか。でそれ見方を変えていくっていう、その観客も表現者にしていくっていうのがすごく重要で、なるほどね、そういうような見方をすると、そのちぐはぐさっていうのは全然僕ありだと思ってて、生き様を見せてるっていうか、自分の佇まいを見せてるっていう感じが、はいはい、確かにそうするんですよね。言われてみればだから、その画廊で文句言ったお客さんとかオーナーさんは、食えるようにするならこうした方がいいよってこと言ってたってことなんですね。1年とか2年とか、その学生がデビューするまでとか、はい、今までの自分の経験で言うとこうした方が売れやすいよとか、でもそれとは全く違うものを杉田さんはやろうとしてたってことなんですね。まあ遠回りかもしれないけども、ずっと先、遠回りなんだけど近道なんです、ね、あ、なるほどね。だからその合理性が、うん、そもそも全部当てはまるとも限らないっていうか、うん、やっぱり合理性ほどとか常識ほどその疑うべきものっていうか、うん、その違和感に多分本当の本質がある気がして、うわ、新しいし深いですね。いやいやいや、とんでもないです。いや、ちょっとなんか嬉しくなりました。いやいやいや、だったらあれでよかったなって、なんか僕も今自分の個展で思っちゃった。いやー、もう僕さっきね、わずかに見せてもらってあれですけども、はい、やっぱりあれ本物がすごいですよね。多分絵の具のそのエロさというか、色気というか、生々しさっていうか、うまくなる前に格闘してやってるっていうのがあるし、いやコンセプトとストーリーとあって、それも絶対知ってほしいんですけどね全然見え方違いますもんね、一個ずつの作品の背景ですね。ただあれは、うん、
もう本当自分が25ぐらいでお袋の部屋に殺風景だから、その頃実家の福井のね、なんかお袋のために絵描こうと思って、まあ、2枚ぐらい描いた、それももう展示しちゃってるんですけど、そこから始まっていろいろ模索しながら自分で描き出したものを全部出してるから、もう何十年も前から最近描いたものまで全部なんですよね。だからその本当にさっきおっしゃった自分をさらけ出すっていうのを本当そのままやっちゃってるんで、いやいやいやそのなんだろう、リアルに描いた方がいいんだ、今僕がさっき言ったみたいにリアルで上手っていうのはリアルってことになっちゃってて、それはよろしくないねとか今偉そうに言ってますけど、あの当時はリアルがいいんだと思って写真見ながら描いたりとか、虫がたくさんあるのだと一匹一匹その図鑑で見てその写真見ながら描いたりとか、そういうのも全部展示しちゃってるんで、ね、そういうのも恥ずかしいと思うけど、今杉田さんに言ってもらったそれも全部見せることが一つの表現なんだっておっしゃったのは今ハッとしました、ね、ちょっと目から鱗でした。いやいや確かにそうだわって今思いました。ヒリヒリしますよね、やっぱり。そうですねでもそれすらもヒリヒリしてる自分すらも表現なんだっていうのは素晴らしいですね。いやいや、とんでもない。ちょっとその画廊に来てこれはこうしなさいって言ったおばちゃんと同じ価値観になっちゃってたなって思って。いやもうその見てほしいんだけどでも恥ずかしいしっていうのがせめぎ合いがそうにじみ出るっていうか伝わってきて、あでもなんか分かる気するなと思いました。いやいやいや、もうあの杉田さんと僕も次元が違う。いやいやいや、もう全然全然それはもう表現者という意味ではもう本当に何も変わらないので、なんかね共通するとこあるなと思いましたね。本当に本当にクリエイターの方と俳優っていうのは意外と、ね、共通点あるんだなみたいなね。いやそこが知れてすごく楽しかったです。いやいや、もう本当にもうありがとうございます。貴重な、いやこちらこそ、またなんかこういう機会あればいいなってなんか思っちゃいました。もうご縁があったらお持ちしております。こちらこそ本当深く話したいですね。ね本当ですね。カメラ待ってる人しゃべってるぐらいでしょ。ねえ本当ですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。